はい、南足柄市の皆様、こんにちは。日本改革党靴沢と申します。こちらは畠山さん、南足柄市支部長、よろしくお願いいたします。昨日ですね、岸田総理が夜の7時から記者会見ありまして、増税への強い決意なんてものを表明しておりましたけれども、私これおかしいと思います。防衛費を上げるために1兆円ばかり不足するので増税させてくださいなんてことを言っておりましたけれども、5年間で43兆円調達する、それで1兆円ばかし足りないということは42兆円は確保できているってことですよね。どうしてあと1兆円が確保できないんでしょうか。それとですね、5年間で43兆円という予算も、5年後の GDP の 2% を目標としたものではなく、今の GDP の 2% を想定しての数字と言われております。ということはですね、岸田政権は今後5年間我が国を経済成長させる気が全然ないと、こういうことを示しているものであります。1兆円足りない、他を削って付け回すという考えは一切ないんでしょうか。金がねえから増税、これはですね、労働組合のような団体がお金をやりくりすることを一切考えず、自分で稼ぐことも考えず、お金が足りない、じゃあ会費を上げよう、そのぐらいバカがやることであります。他に何も工夫できない、考えられないバカが一番簡単にできること、それが増税であります。他にも削るべきところがたくさんあるではありませんか。法的根拠の全くない外国人生活保護であるとか、結果的に日本人の学生を冷遇して差別となっている外国人留学生の超優遇であるとか、それとですね、外国人が日本で出産しても出産一時金約42万円を支給して、日本人よりもむしろ外国人の繁殖を推進している部分であるとか、それとですね、最近東京ではコラボという NPO 法人が5000万円程度の補助金を都から受け取り、その活動内容が不明瞭だ、不透明だということで話題になっておりますけれども、こういうのに関わるですね、男女共同参画費用、これは男女雇用機会均等法に基づいて予算に組み込まれているものですけれども、分かりにくくですね、全ての事業に広く薄く潜り込ましてあって非常に分かりにくくなっておりますが、総額は10兆円ぐらいあるであろうと予想されております。私は豊島区の議員でしたけれども、豊島区が行う全ての事業にちょっとずつ男女共同参画のためと言って潜り込ましてあります。これは都の事業、県の事業でも同じであります。もちろん国の事業でも同じであります。全ての事業にちょっとずつ入ってる男女共同参画費用、これを削って10兆円捻出すればいいのであります。さすれば5年間で50兆円浮きまして、まるまる防衛費が出てしまうではありませんか。とにかくですね、岸田総理が言うですね、お金がねえから増税だ、そんな短絡的なバカな真似をさせるために我々は投票しているのではありません。もっと工夫しろと、いらないものがあるだろうと、こう言いたいわけであります。南足柄市の皆様、こんにちは。こんにちは。私は
日本改革党南足柄支部長の畠山隆弘と申します。これから頑張っていきますので、どうぞよろしくお願いいたします。よーいしくて